グーテーモクウシカウに分類される、グー類。別名インドヤ牛。内畜種はガヤルと呼ばれる。インド中部及び北東部、南部、カンボジア、太陽国、中華人民共和国、ネパール、ブータン、ミャンマー、ラオス。スリランカでは絶滅したとされ、バングラデシュでも絶滅したと考えられている。東道町240から330センチメートル。 尾長70から105センチメートル。肩高160から220センチメートル。体重580から1000キログラム。肩は隆起し、胴体の中ほどで胸椎の突起が短くなるため段になる。背面の木衣は、蔵よりイブ色を帯びた褐色で、覆面は単色。華麗に伴い体色は黒みを帯びる。株は白い。部から、 髪型外側へ向かい、先端が内側に強く湾曲する角が生える。角の断面は楕円形。左右の角の間は隆起し、前方に突出する。本種の学名を家畜化された個体を元に記載された B フロンタリズとする説もあった。2003年にアイックスンの強権により B フロンタリズは家畜個体のみを指す学名として野生個体の学名は B ゴラスを引き続き使用することが認められた。主に標高2500メートル以下にある、落葉紅葉樹林や常緑紅葉樹林に生息する。平均6から7頭からなる群れを形成し生活する。主に草本を食べるが、この葉も食べる。昼夜を問わずに採食を行うが、暑い地域では主に白明白墓子や夜間に採食を行う。捕食者として、が挙げられ。 幼獣は氷にも捕食される。虎は、本種の喉に噛みついて、窒息死させることが多いものの本種のオスは、頸部が太い上に喉に、肉水があることから窒息させるのが困難なため、本種のオスの後足を攻撃して引き倒すこともある。一方で本種のオスは、虎を殺すこともある。繁殖様式は耐性。妊娠期間は270から280日。 インドマレーシアミャンマーでは、年間を通して幼獣が見られるという報告例から、周年繁殖すると考えられている。一方で、インド中部の個体群は12月から翌1月に、交尾し、8から9月に出産するという報告例もある。授乳期間は180から240日だが、生後6ヶ月以上の個体に授乳することは稀。生後2から3年で、生成熟する。 食用とされたり、内臓が薬用になると信じられていることもある。角が装飾品として用いられることもある。インド北東部や中華人民共和国、ネパールブータンでは家畜化されている。土を利用したり荷物の牽引工作などに用いられることは、ほぼなく、主に権威の象徴として用いられる。物品や婚姻の対価として交換されたり儀式に用いられ、 後に食用とされることもある。農地開発や道路建設、工業などによる生息地の破壊、食用や薬用、ハンティングトロフィー目的の狩猟、家畜との競合、牛液や工程液などの家畜からの感染症などにより生息数は減少している。バングラデシュでは1970年代以降は報告例がなく絶滅したとされる。生息地では 法的に保護の対象とされている。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。マレーシアでの1994年における、生息数は500頭、ラオスでの1990年代における、生息数は1000頭と推定されている。ありがとうございます。